形式的意味においては、租税条約とは、二重課税の排除と脱税の防止などを目的として、主権国家の間で締結される成分による国家間の合意である。また、租税条約以外の各種の条約にも、相手国の居住者などの日本における、ある税目上の扱いを特に定める場合がある。これらの規定も、実質的には、租税条約の一部をなす。なお、 日本においては国内租税法令が憲法上の租税法律主義により成分で定めなければならないと考えられることから租税条約も成分によるべきであり国際監修法として不分の租税条約を観念することには消極であるのが一般である。経済取引が発展し人、物、金、サービスが国境を越えるようになると居住地国と 源泉地国との間で二重課税の問題が生じうる。これは一方で国家は国民の居住地に着目して、たとえ世界のどこで獲得した利益であろうとこれを課税しようとする考え方があり、他方で国家は自国の主権の及ぶ範囲において家得された利益については、たとえ自国に居住地を有しない者によるものであっても、これに課税しようとする考え方があるからである。 居住地国も厳選地国も相互に主権国家である以上、お互いの国の課税の方針について、とやかく言うことは難しい。しかしながら、目先の税収確保にとらわれて、この二重課税の問題を放置すれば、結局のところ、国境をまたいだ経済取引の阻害要因となり、長期的には国家の損失につながる。二重課税は国内法により、 外国税額控除制度を設けたり、あるいは全世界所得課税を放棄し、国内厳選所得のみに課税を行う立場を取れば、一定程度は排除できるが、その手続きが煩雑かつ、手間暇がかかり、技術的にも完全な排除が困難である。したがって、租税条約により、相互の課税権を譲歩して、二重課税を排除するように、課税権の配分を定め、 相手国の居住者に対する課税の減免を行うこととなる。なお、船舶運輸による所得については、相手国での同等の扱いを前提として、日本は、相互免除を定める法律を、国内法令上定めてきた。また、国際的な取引に絡む、租税回避や脱税の防止には、相互の国の協力が不可欠であることから、租税条約には、 互恵的な情報交換規定が盛り込まれている。さらに、近年の租税条約においては、租税条約の各種の規定を乱用的に用いることによって、本来租税条約が認めた扱いを想定外の第三者にも認めることがあり得ることが分かってきたため、そのような条約の乱用による租税回避を防止するための規定を租税条約自体に定めている。なお、 国内法令上の租税回避を否認する規定は、租税条約には含まれていないと返される。租税条約は、歴史的には、多数の国家が地続きで接するヨーロッパ諸国で、まず発展した。当初は、国内税制が各国でかなり異なっていたために、条約のフォーマットも、必ずしも共通ではなく、ごく一部の税目のごく一部分だけが取り上げられて、板に過ぎない。しかし、 第一次世界大戦の後、欧州の復興、戦争回避のためには、国際経済を発展させ各国が経済的に相互依存することが重要であると考えられるようになり、国際連盟は設立当初から、そのための方策を検討し始めた。米国は、そのような動きが、自国の利益にかなうと考えたためか、ロックフェラー財団が資金を拠出し、 当時連邦財務次官を退官した直後の MB キャロルを団長とする税制調査団を国際連盟に組織させ当時の加盟国の国内税制を調査したその成果を取り入れた国際機関発のモデル租税条約草案が1928年に公表されたしかしこの草案は事業所得だけを対象としているという範囲の狭さや人税 物税という当時の税目の分類方法に依存し、また、子会社と支店を同じ高級的施設に分類するなどの問題点があったために採択されなかった。日本においては締結された、租税条約は、国内法に優先して、効力を有する。この優先の意味は、国内法の効力の一部を減債するということである。租税条約が国内法よりも、 優先的な効力を有するからといって、そのような条約が国内において直接適用されるとは限らず、租税条約の規定の中には直接適用が可能な規定と直接適用ができず条約の国内的執行のための国内法が必要であると考えられる規定とが混在している。例えば、租税特別措置法十六条の四は OECD モデル条約で言えば九条にあたる。 特殊関連企業条項の国内的執行のための規定であると返される。また、租税条約は、当時国間の二重課税の防止、租税回避脱税の予防のための条約であるから、租税条約だけを根拠として課税することはできない。租税条約は、国内法上課税し得ることを前提に、二重課税排除を目的に、当時国間で課税権を譲歩し、二重課税を排除する。 ことを目的とする。これは、常実の租税条約と国内租税立法の効力関係とは無関係である。アメリカ合衆国連邦憲法の下では、合衆国連邦憲法が最高法規であって、連邦議会制定法も対外条約も連邦憲法に列位し、制定法と条約は対等の関係にある。従って、仮に、 租税条約を締結した後にその租税条約の温転効果を減災させるような国内立法がなされた場合には、国法優先の原則によりその国内法がそのまま適用されてしまういわゆる条約のオーバーライドの問題がある。これは古文領諸国に見られる現象ではなく、アメリカ合衆国連邦憲法に固有の現象であって、英国では国会主権原理のもと、 内閣が締結した条約を国内で執行するためには国内立法が必要であるとの国内法と条約の二元論に基づく個別的需要方式が取られている。古文道諸国だからといって条約の国内法上の位置づけは同じではない。実際に効力を有する租税条約ではなく加盟国間での蘇生条約締結のひな形として国際機関が立案した代表的なモデルとして OECD モデル条約や国連モデル条約がある。前者は先進国同士のモデル、後者は先進国と途上国間のモデルであり、後者は厳選地国である途上国の課税権により廃慮した内容となっている。また、欧州共同体は1960年代に欧州共同体モデル租税条約の草案を公表していた。さらに、OECD は 相続税についてもモデル蘇生条約を公表している。アセアンも独自のモデル条約を有する。また、アメリカが主衆国、メキシコ、マレーシア、オランダ、ベルギーなどでは、独自に自国の蘇生条約締結方針を明らかにするため、モデル条約を公表しているが、モデル蘇生条約を公表する国は増加傾向にある。日本は、 現在81条約を締結しており、144カ国、地域との間に効力を有する。条約数と国の数が一致しないのは、大旧ソビエト連邦との間の条約が、連邦崩壊後の各諸国との間でもそのまま承継されることとなっていること、税務行政執行協助条約が多数国間条約であることによる。日本が初めて所得税条約を締結したのは、 第二次世界大戦後、サンフランシスコ講和条約により独立を回復した。あと、1954年、アメリカ合衆国との間の所得税条約であった。2003年、最大の経済上のパートナーであった、アメリカ合衆国との所得税にかかる、租税条約を全面改定した。現条約や旧条約は、日本が未だ途上国から先進国への発展過程に、 あった時代に締結されたものであったため、厳選地国課税に配慮した内容であったが、日本が先進国の仲間入りをし、海外進出が盛んになるとその弊害が懸念されることとなった。新条約においては、OECD モデル条約をその基礎としていると言われているが、必ずしもその内容は、モデル条約と同一ではなく、OECD モデル租税条約を基礎としていると、 理解するのは困難である。さらに、両国で扱いの異なる事業体の条約上の位置づけに関する規定や条約特典制限条項のように他の条約にあまり類を見ないような画期的な内容も盛り込まれている。まず、相互に投資所得に対する減免を行った。特に、 ライセンスなどの使用量所得については、旧条約では10%とされていた、制限税率を相互に免税としたことは、画期的であり、今後両国間での投資促進への寄与が期待されている。また、新条約は、他の租税条約例よりも、より有利な運転内容となっていることから、租税条約の運転を実際には享受すべきでない、ものがこれを悪用する。 いわゆる条約あさりが想定されるため、これに対処すべく、恩典を享受できるものについて詳細な規定が盛り込まれている。租税条約、68本、76国、地域、情報交換協定、11本、11カ国、地域、税務行政執行協助条約、定約国は我が国を除いて112カ国。適用拡張により130カ国、地域に適用。 このうち我が国と二国間条約を締結していない国、地域は56カ国、地域。これらのうち、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、オランダ、スイス、ニュージーランド、スウェーデン、ドイツ、ラトビア、リトアニア、エストニア、ロシア、オーストリア、アイスランド、デンマークは、租税条約に特典条項があり、 支払いを受ける者が対象国の居住者であることを証明する書類を提出する必要があるなど、租税条約の適用に一定の条件が付けられている。また、2015年12月に締結されたドイツとの改正租税条約も特典条項が設けられている。ありがとうございます。